今日は少し伝統的なヨーガの体験をしていただきました。でこの伝統的なヨーガを体験していただくイベントを6月20日国際ヨーガデーのイベントを開催します。で会場は今皆さんがいらっしゃる阿波羅温泉の三松さんで行います。でその時には今のアーサナポーズの練習だけではなくて、ヨーガっていうのは生き方なんですよね。なのでそのポーズをやる前にあるその自分の在り方というものがどういうことを意味しているのか、ヨガの一部の生き方っていうのは何なのかということを皆さんに感じていただくために、シュリオピティワリ先生、私がプラナイマを長年学んでいる先生なんですけれども、そのカイバルダーマヨガ研究所の所長の先生からそのお話をしていただきます。でテーマはヨガフォーレジリエンスといって、回復力を高めるヨガです。このコロナ禍でいろんな困難をこう抱えている方はたくさんいらっしゃると思うんですね。あとは震災の影響もまだ残っています。そういった困難な中でどういうふうに力強く生きていったらいいのか、自分が幸せに生きるためにはどうしたらいいのかっていうヨガ的なお話をまずしていただきます。でその次がアーサナになります。でその後にその瞑想、今マインドフルネスとか瞑想っていうのが非常にその話題になっていると思うんですけれども、伝統的な瞑想っていうのはどういうものなのかという短いクラスを提供します。でその合間にはその全国でヨーガとアイルベーダと温泉で何かワクワクすることをしたいっていう方々を結んでいろいろ中継をしようと思っています。それだけではなくて、いろんな自治体の方々が健康づくりというものをテーマにして、その活性化、市民のために活性化しようとしている自治体がいろんなところにあります。でそういった場所を結ぶことによって、全国の皆さんにその健康づくり、健康であること、幸せであることっていう何かワクワクするような感覚を持ってもらえるような一日にしたいと思っています。なので皆さんもぜひそういったイベントのご案内だったりとか、参加自体も支援になりますので、ぜひ6月20日このイベントに参加してみてください。今日はありがとうございました。では次はねじりのポーズをやっていきましょう。クロコダイルバリエーションです。ゆっくりと両足を閉じます。両腕横に開くようにして、肩の真横に手のひら、肩大丈夫であればゆっくりと手のひらを床に向けます。ではゆっくりと右膝を立ててください。右膝を立てたら、右足を少しだけ床から浮かせて、右足の裏を左膝の正面に乗せます。その足の形崩さないように、ゆっくりと下半身を左側に倒しながら、顔は同時に右です。その時に右の肩が浮くところまでねじらないようにしますね。ゆっくりと呼吸続けます。ねじりの角度変わらなくても、息を吸った時と吐いた時、背骨のねじれの感覚が違うということに気づいていきます。ねじりの効果、そしてその時の呼吸によって、お腹の中の臓器マッサージ効果が生まれますね。ではゆっくりと膝を正面、顔も正面です。同時に動いていきましょう。ゆっくりと正面に戻ったら、右足を床にまず戻して、右足の裏で床を感じたら、ゆっくりと右膝を伸ばして、足の内側同士くっつけた状態です。では
は今度反対です。ゆっくりと左膝を立てて、膝を立てたら左足を少し床から浮かせて、ゆっくりと左足の裏、右膝の正面に乗せます。ではゆっくりと下半身右側に倒しながら、顔は左です。ゆっくりと呼吸ができるところでポーズにとどまります。息を吸った時、背骨のどの高さのところでねじれを感じているでしょうか。呼吸は自然に続けています。コントロールしないようにしますね。その呼吸がご自分の限界を教えてくれます。もし窮屈だなと思ったら少しねじりを浅くして、ではゆっくりと膝正面、顔も正面に戻ります。正面に戻ったら左足の裏をまず床、足の裏で床を感じたら左膝をゆっくりと伸ばします。両腕斜め下に下ろして、手のひら天井向き、足も腰幅に開いて、シャバーサナでリラックスします。では少し呼吸を感じるエクササイズをしてみましょう。呼吸法の収縮形です。ゆっくりと片方の手、どちらでもいいので、手を胸の上のあたりに当てます。喉の下あたりですね、胸の真ん中のあたり。では息を吸った時にその胸が膨らんで、吐いた時ただ力を抜くと胸はスッとしぼんでいきます。まずその動きを感じましょう。これから手を当てた状態でブラーマリー呼吸法というものをやっていきます。当てている手で音を出した時の振動を感じてみますね。では一度やってみましょう。まずは鼻から深く息を吸って、吐く時に口は閉じたままの音で吐いていきます。一度息を吸って、んで吐きます。音を出すと手のひらで胸の骨ビーッと震えているのを感じますか。その振動に意識を向けますね。もう一度いきます。深く息を吸って、手のひらに意識を向けて、んで吐きます。音を出すと無音で息を長くしようとするよりも楽に吐く息を長くすることができます。吐く息を普段よりも長くすると自律神経リラックスモードに整いやすくなりますね。もう一度いきましょう。両鼻から深く息を吸って、んで吐きます。音が止まったら手を下に下ろして、もう呼吸をコントロールするのはやめて、ご自分の呼吸に戻ります。では鼻から深く息を吸って、鼻から息を吐いて脱力。もう一度鼻から深く息を吸って、ゆっくりと息を吐きながら、ふっと全部力を抜いてみましょう。ご自分の呼吸に戻します。
ではゆっくりと足を閉じて、今度は両腕バンザイするように上の方に上げて、指同士全部絡めて手のひらを返します。息を吸って縦にぐーっと伸びます。しっかり伸びて、吐いて肘も緩めて手を解除、手を下に下ろします。ではゆっくりと両膝を立てましょう。膝を立てたらゆっくりと右下横向きになります。上半身も全部横向き。ではゆっくりと手で床を押しながら座ってきます。座ったらあぐらでもいいですし、正座でもいいです。楽に座りましょう。手は太ももの上か膝の近く。もう一度目を閉じて、今のご自分の呼吸に意識を向けます。ではゆっくりと胸の前で合掌します。ではこのクラス終わります。ありがとうございました。